熊本の皆さん、今日はご来場いただきありがとうございます。まだ、復興の途中だと思います。ニュース映像などで、皆さんの頑張ってる姿を見て、実は逆に、励まされたりもしています。今日はこの映画で、少しでも、皆さんの、息抜きになればと思っております。どうぞ映画ご覧ください。熊本の皆様こんにちは。私は福岡出身なので、4月の震災の時はずっと心がざわざわしていました。少しでもこの映画を見て明日から頑張ろうという思いになってもらえたら、もう本当にこんなに嬉しいことはありません。今日はぜひ楽しんでいってください。ありがとうございます。熊本の皆さんこんにちは。この度はいろんな大変なことが起きて、そんな中でもちょっぴり元気になってもらえればいいかなと思って、僕もちょっとだけ参加させていただきました。どうぞゆっくり見て楽しんでくれたらよかねと思っております。同じ九州人やけん、まあ、すげえ肩苦しい考えで楽しみに見てください。はい、お願いします。熊本の皆さん、こんにちは。4月16日の1時25分、その時僕は大分県の湯布院にいまして、実は本当に本心に会いました。本当に怖かったです。おそらく熊本の方の被害は、そんなもんじゃないと思いますが、映画を見てなんか楽しくなっていただければと思います。どうもすみませんでした。熊本の皆さんこんにちは。私の田舎福島もまだまだずっと大変な状況ではありますが、うちの劇団も芝居を持って激励に行ったりしております。ちょっとでも皆様そういう映画とかお芝居とかに触れますと、なんか気分がちょっと明るくなったりすることもありますし、あ、こういうことやってみようかななんて急にこうなんか芽生えることもありますので、映画館へお待ちしております。熊本の皆さんこんにちは。すいません、今日はこんな格好で失礼いたします。メイクも汗もそのままで、失礼いたしました。もう度重なる自然災害で本当に皆さんの心痛を察しします。本当に一番大切なのは心の持ちようというか、やっぱり前向きに過ごしていくことだと偉そうに思ったりしてます。どうぞ皆さん健やかに、日々大変でしょうがお過ごしくださいますように、どうかお目にかかれますよう。皆さんこんにちは。今回この作品のエンディングテーマ曲を書かせていただきました。この作品を通して人の温かさ、人とのつながり、そういったものを改めて感じさせてもらった、素敵な作品でした。ぜひこの後楽しんでください。熊本市の皆さん、今日はご来場ありがとうございました。この作品はだいぶ前になって、若い私がそこにいると思いますが、どうぞ改めてダメな男の人生を楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。どうも、熊本の皆さんはじめまして。仁科っていうのは福島の、一族なんですけど、僕のおじいちゃんは熊本でたまたま生まれまして、熊彦っていうこの名前でした。まあそんなゆかりがある土地なんですけど、僕はまだお伺いしたことありませんで、今日は映画ぜひ楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。こんにちは。熊本の皆さん、まだまだ大変な思いをされている方がいるんだなということをよくお話を聞いています。私たちに何ができるのかなっていつも考えるんですけども、とにかく止まっちゃいけないって、思っています。今回の映画はなんか人生をこう積み重ねていって、いろんな思いがあればあるほどその映画の内容が違って見えてくるような不思議な映画だと思いますので、時間がありましたらどうぞゆっくりご覧になってください。こんにちは。この映画はとにかく映画好きのスタッフと役者がみんな集まって、仕事というよりは、みんなで楽しみながら面白い映画作ろうよという、そういうノリで作った映画でございます。どうぞお客様も今日は、
リラックスして肩の力抜いて楽しんでご覧いただければと思います。蛍幸次郎がお送りしました。熊本で被災された皆さん、心からお見舞いを申し上げます。インフラが整備されたりして、どんどんと目に見えるところは復興がなさっていくというふうに感じられるかもしれませんけれども、やはり町自体が今までの機能を取り戻して初めて復興なんだと思います。日本の人たちは強いと思います。そしてみんな助け合う気持ちを持っています。皆さん一緒に頑張りましょう。熊本の皆さん、大変な状況だと思いますけども、バナナとグローブとジンベエさん、もう4年ぐらいなんですよ、5年ですか、とってから、私にも子供がいましてね、あんな好き勝手なことはできませんね。養母に縛られ、娘に縛られですね、大変なのが普通のお父さんですけどね、中原さんのようなお父さんを演じたいなと思いますけど、なんかこうしみじみと面白い映画でございます。期待してください。皆さんこんにちは。4月の13日の夜、熊本で撮影を終えて、翌日の夕方の便で帰った途端に地震があったという連絡を受けて、何かしらできることがないかというふうなことでいろいろ動き回り、そして上映の運びとなった次第です。どうしても皆さんのどこかの金銭に触れるようなところがあればいいなと思います。現場へ熊本で今日は本当にありがとうございます。